皆さんこんばんは。始まりましたトーピーのピー。イエーイ。あんま見えない。格好を立たせとかないとね。見えない。あ、めんどくさいがいいや。はいはい、ということでですね、トーピー、この前ね、この前ってか昨日くらい、わかんない、いつだっけ、土曜日かな、この前の土曜日ですね、久々に仮面ライダーのね、久々にっていうか映画見るのは初めてかも。仮面ライダーの今ね、映画がやってまして、平成ジェネレーションズファイナルビルド&エグゼイドウィズレジェンドライダーっていうね、すごい長ったらしい名前なんですけど、まあ、そちらの映画を見てきまして、本当にちゃんと見てた時代は多分弟がね7個離れてて、多分ちゃんと見てたのはファイズっていう555、仮面ライダー555でファイズっていうやつがあったんですけど、それ以来だから、あー、わかんないと思って見てたけど、意外とね、なんだろう、やっぱ仮面ライダー、本当にこのビルド&エグゼイドっていうのが、まあこうやってね2人が主役なんだけど、その後ろにレジェンドライダー、平成ライダーってポポポポポって出てて、やっぱなんか話の内容はそこまでみんなのこと知らないから入ってこなかったんだけど、あ、かっこいいなと思って、もう久々、しかもなんか夜のね部だったから、一人しか小さいお友達がいなくて、もう大きいお友達っていうか、おっさん、お兄さんかな、お兄さんとかおっさんの中でこう見てたから、ちょっとね、なんか異様な空気だったけど、あ、仮面ライダーってかっこいいんだなと思って。そうで、今ちょうどね、始まったばっかりの仮面ライダーが、なんか主人公がね、天才物理学者が主人公でね、かなりライダーキックがこう関数の計算で書かれたりして、大人も楽しめるんじゃないかと思うので、ぜひ皆さんも仮面ライダーチェックしてみてください。それではゲストさんが来ます。わー、はい、それでは早速ゲストさんを紹介したいと思います。シンガーソングライターの蓮根真由さんです。どうぞね、来る前からある程度賑やかですけど、用意がすごいんですけど、よろしくお願いします。何ですか、お願いします。はい、ピースピースということでですね、はい、まずは軽く自己紹介の方お願いします。はい、静岡県出身、東京で音楽活動しておりますシンガーソングライターの蓮根真由です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、もう来る前になんかタンピーと一緒にこいつらを連れてきたんですけど、はい、誰ですか。クマちゃんなんですけど、これ手が生えるんですよ、こうやって。あ、しかもこれお尻の穴じゃん。お尻の穴の部分に手入れて。手入るんですよ。なんか、はい、複雑な心境ですけど。え、これで何ですか。これ何すればいいんですか。タマピー、こんにちは。こんにちは。今日よろしくね。これちょっとこう置いてあるといいかなと思って。確かに、はい、殺風景だったんでね、ちょうどいいっちゃちょうどいいけど。なるほど、こういう時々こう遊んでるの。はい、なんかお客さんとこれをやってるんですか。いや、最近はこれでちょっとライブ告知したりとかしてますね。あ、じゃあもう一人でやってる。はい、一人で痛い、誰か手伝ってあげてください、ね、はい、はい、そしてですね、蓮根さんは痛い人ではなくシンガーソングライターさんですね、はい、今ちょうど曲が後ろでかかってると思うんですけども、はい、こちらはどういった曲ですかね。はい、ありがとうございます。こちらですね、10月1日に発売したばかりのセカンドアルバム、はい、シークレットオブザワールドというね、アルバムをリリースしましたが、はいはい、その中から1曲目、神羅万象という曲を流していただいております。あ、もうすべてですね。はい、神羅万象ユニバースですね、はい、すごい肩書きというか、この、はい、あれがね、世界の秘密をめぐるロックなセカンドアルバム、はい、ということで、はい、かなり世界の秘密を巡ってるそうですねそのままだね、はい、そうか、なんかね、神秘的な、こういう冊子とか見るすごい神秘的なイメージですけど、はい、まあ、普段はなんかそういう世界観の中でやられてるんですかね、はい、そうですね、スピリチュアルでファンタジーな、じゃあこれもそういうのの痛いわけじゃなくて、そういうのの一環。そうですね、うん、はい、声小さくないなるほどなるほどね、これがね、一番新しいアルバムということで、はい、これどうやったらゲットできるんですかね。これはですね、手売りで販
売しているので、はいはい、皆さんのご存知のあのタワーレコード HMV おー蔦屋には置いてありませんには置いてありません、はい、置いてありませんが、ライブ会場もしくは、うん、通信販売をですね、はいはい、自分のサイトがありまして、うん、ハスネ前で検索していただくと通信販売で郵送もいたします。はい、あ、じゃあもうハスネ前で検索したら、ね、自身のホームページが、ね、そうですね、あったんでそちらの方で購入できるということで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。お願いします。はい、そしてですね12月も、うん、あのぼちぼちライブをやってらっしゃるそうで、ぼちぼち、はい、そちらですね、ぴょんぴょんぼちぼちそう、あ、結構いろんなとこ、はい、ね、12月はね、名古屋とあと関西ですね、関西ライブ、あと東京は新宿と、はあ、あとはね、相模原、相模原、うん、温泉ある神奈川県のね、神奈川県、へえ、うん、結構いろんなとこ行きますね、はい、だって24日のイブのライブが名古屋で、25日が東新宿、そうなんです、はい、クリスマス、すごい予定はクリスマス、クリスマスは、うん、あ、でも私もイブはライブなんですけど、ライブさすが、ちょっと本ちゃんの25は、はい、どうしようかなーって、何もごもごしてどうしようかなーってどうしようかなーって思って計画中ですね、はい、そう、じゃあもうライブ中ですね、そうですね、クリスマス、はい、え、なに、これはクリスマスバージョンとか、クリスマスバージョン、なんか、うん、いつもはこういうスピリチュアルでやってて、うん、今日はホーホーホーみたいな感じ、ホーホーホーサンタクロースですか登場したりもするんですか、しないですね、しないしない、うん、しないですけど、うん、はい、クリスマスはライブをやっております。なるほど、はい、何これ、うん、名古屋夜空と月のピアスっていうイベント名、ライブハウス、ライブハウスが、うん、こんなおしゃれな名前があるんですね、そうなんですよ、私こんなおしゃれ、なんかいつもすごいダサい名前のライブハウスしかないけどなんて、この下の東新宿25日東新宿、はい、真昼の月夜の太陽っていうのもライブハウスの名前ですね、そういうの選んでるんですか。いや、たまたまなんですけど、おしゃれですよね、で、なんか詩の題名みたいな、やっぱりダサいライブハウスの名前ってあるんですか、え、なんか普通に、なんだろう普通に英語でぴょんみたいな、ライジン、わかんない、そういう感じの雰囲気、そういうなんかね、ガタイが強そうなライブハウスは、うん、基本的には誘いが来ないし、出てないですね、ああ、そうありますよね、なんかガタイが、あるガタイが結構そっち系の方が多いイメージ、本当ですか、うん、逆にこんなライブハウスあるんだと思って、はい、おしゃれ、うん、ってことはライブハウス自体がおしゃれなんですか、これ、おそらく、うん、そう信じたいですね、ああ、行ったことないです、はい、でも、うん、真昼の月夜の太陽さんは、うん、何回か出演させていただいてるんですけど、はいはい、まあまあ素敵な雰囲気の、ね、かなり天の弱ですけど、はい、真昼の月、はい、夜の太陽、主役じゃない側をこう、はい、ね、そうですね、そうですね、逆、ね、逆、あえてピックアップしてるところで、はい、うん、なのでね、ぜひ気になる方は、はい、聞いてる人は比較的東京の方がいても多いと思うんでね、はい、25日は東新宿でクリスマスの日、真昼の月、夜の太陽でやらってらっしゃるので、こういうチケットとかもさっきのホームページで、はい、そうですね、ゲットできるんですかね、はい、Twitter、Facebook、うん、何でもやってますね、なるほど、はい、ぜひぜひチェックしてみてください、お願いします。そしてですね、こちらの番組でですね、あのハッシュタグたまぴーのぴでツイッターの方でつぶやいていただくと、こちらね、抽選で1名様にゲストさん、今日まゆさんと私のチェキが当たりますので、なんとなんと、普段チェキ通ったりします、チェキね、あるんですけど、うん、全然売れない、あ、そうなの、うん、全然売れないチェキね、一応あるんだけど、うん、全然売れない、うん、なんかと、やだって顔してるんじゃないですか、してない、してない、チェキはやだって顔してスタンバして、じゃあちょっとレアな、はい、気になるので、ぜひぜひ皆さんゲットしてみてください、はい、ね、何これ、まゆち応援団長くまさんだよって教えてもらう、これは何だよ、うん、応援団長なんかね、そうですね、全然教えてくんなかったね、はい、最近任命されたばかり、あ、そうなの、最近の応援団長、はい、そうですね、ファンの人の方が情報くれるってね、ありがとうございます、へえ、はい、普段はまゆちって呼んでるよ、あ、まゆちっていうのはね、うん、ちょっとあだ名、柄にもなく、柄にもなく、自分でこう呼んでねと言ったわけではないんですね、はい、はい、あとは事前に来てた質問もいっちゃいたいと思います、ありがとうございます、ありがとう、たまちゃんゲストさんこんにちは、こんにちは、今年の漢字一文字は北に決まりましたね、そうなんだ、
知らなかった。しかも北ってもうあれしか、うん、国しか思い浮かばないけど、うん、どういうあれなんだろう、うん、そこで質問します、うん、今年1年はどんな1年になりましたか、うん、漢字一文字でお答えくださいということでね、うん、どうですか、ね、なかなかでも一文字ってなると難しいですよね、うん、ありきたりな感じになっちゃう、うん、あります？忍かな、忍者の、うん、忍耐の忍かな、あ、忍耐の忍か、え、なんですか、なんでなんかこうさ、やっぱり音楽活動をやってて、はい、やっぱりこう季節の流れと同じように、うん、やっぱさ冬があるじゃない、まあまあ、まあ、で、咲くじゃない、はい、だからさ、種をまいて、うん、でそれ芽が出て咲くじゃない、はい、だからさ、長いのよ、冬がそう、なるほど、だけどこの冬を耐えて、うん、こう花開くっていうか、練習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 でライブじゃない、あー確かに、うん、割合として確かに裏の方が、そうそうそう、結構多いですもんね、だけどその途中でね、うん、家にならずに、うん、忍です、忍忍耐してそう楽しいライブをねお届けしてるということで、忍ですね、そっか、うん、私なんだろうな私は頭そう、なんか結構今までは先行動して後で考えてホギーってなってたんですけど、うん、今結構なんか、うん、結構ちゃんと考えて、うん、来年こうバーって出そうと思って考える時間が長かったんで、うん、頭使ったなと思って、頭と、あとこの前タイ行った時に、あ、タンコブチに、そうなんか7段くらいコン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 って言って初めて頭のね、自分の頭の内部を CT で、うん、内部で骨とかなんかこの辺を見て、うん、いや、よかったね頭って本当危ないからね、そう、後頭部で、そうだから頭ってこうなってるんだっていうのが分かったね、うん、1年だった無事でよかったよ元から結構ネジ外れてるんでね、もうちょっと本当に危なかったけど、はい、みんな頭気をつけてこう、うん、転んじゃうとね、はい、お送りしておりますトピーのピーイエーイこれこんな感じでいいんですか、声の設定とかないんですか、ちゃんと、はい、声の設定あるよ、たまぴーこんばんは、さっきまで全然違った、本当にありがとうね本当に呼んでくださって本当に嬉しいです、でも聞いたことある声ですよこれ、嘘なんか聞いたことはない、なんでかな、どうして、なんかドラえもんがちょっとノロマンな、あ、ちょっと似てる感じたまに似てるって言われるしかもこの前そうだ、なんで聞いたことあるって、うん、芸人の女芸人ナンバーワン決定戦でユリアネトリーバーっていう人が、うん、ドラえもんのネタで1位になったんですけど、うん、そっちのドラえもんの声でした、今、あ、昔のドラえもんっていうかだし、ドラえもんのモノマネの声だったドラえもん真似をしてる人の声、そう、モノマネをしてる声だな、最近聞いたなって思って、よろしくお願いします、え、こっちは何ですか、どんな感じ、こっちもどっちでも大丈夫です、え、これのオスだからとか、うん、こういう声はオスなんだ、それ分かんない、黒いと大体、こうやって並んでると大体カップルじゃないそうだね、ね、うん、ミッキーミニーみたいな感じで、はい、オスなんだって言われちゃったどっちなんだい君は、はい、あ、じゃあどっちも大体同じ声でやっちゃっていい、そうですね、しかも最初にやった声と違うじゃない、そうですね、まだちょっとキャラ設定がまだ曖昧でまだちょっと新人なんです、新人者、あ、その応援団長になったばっかり、はい、普段は何、告知をするから応援団長って呼ばれてるんですか、この人、そうですね、うん、はい、なんかもう12月3日付で応援団長に任命されて、あ、本当に今月の頭に、うん、名前は、名前はまだないんですよ、ないの、まだないの団長という肩書きのみ、うん、でもくまちゃん、くまごろ、くまきち、なんでも自由に呼んでくださって結構ですよなるほどね、はい、結構フリーダムな感じの、まあまあ手が蒸れますしね、はい、これ結構あったかいんですよまあまあ手が結構あったかい、はい、もうかなりお客さんも認めてくれたというか、どうですかね、うんうん、これからなんかちょっとね動画を上げていこうかな、あ、これのもうまゆさんじゃなくて、うん、こっち側の応援のクマたちの動画、そうですね、これ歌参加しないんですか、歌いますよ、歌うの、うん、歌も歌いますよ、嘘、はい、普通に、うん、何、うん、テンテンチャチャチャみたいな感じで、こう合いの手を入れる感じ、いや、普通に歌ってます、普通に歌ってる、うん、ちょっと
結構活動の幅が広くて手に負えないですね、はい、うん、結構なんだろう、うん、なんかもうライブの YouTube の、ね、映像動画が、うん、多分初音真由で出てくると思うんですけど、はい、うん、かなり世界観があるというか、なるほど、うん、ありがとうございます。意識してなんか私はこういう人だみたいなのがあるんですか、うん、意識して私はこういう人だ、なんだろう、作ってなんかこういう、うんうん、なんだろう、普通とは違う状態にみんな持っていきたいのかなと、うん、いや自分では普通のつもりなんだけど、あ、もうあれで、うん、普通なんだけど、多分やっぱりその影響を受けてさ、うん、なんかその自分をかたどっていくさ、はいはい、影響ってさ、いろんなところで影響でさ、うん、自分ができていくじゃん、はいはい、それのさ、慣れの果てっていうかさ、慣れの果て、はい、だからすごいさ、やっぱり青春時代にさ見てたものとか聞いてたものとか、うん、それがこうさ合わさって自分ができていくと思うんですよ、うんうん、ファンタジーな世界が好きだったんだよね、あー、もう元から、そう、元々、うんうん、だから自分の楽曲はあんまり恋愛のソングっていういわゆる恋愛ソングみたいな曲はほとんどなくて、夢、希望、勇気とか、うん、あと精神世界の物語とか、うん、自分が感じたものを曲にしたりとかね、してるんですけど、もともとね、曲作ったり何かを作るのもね、もともと好きだったんですけど、はいはい、うん、あー、じゃあもう、うん、あれがいろいろ吸収した、そうですね、今ここにいる状態、吸収合体した、じゃあ合体ロボの一番強いガーンってなってるやつなるほど、うん、そうか、傍から見てると、そう、衣装とかも、うん、ね、なんか、うん、このなんか撮影、なんだろう、普通にライブもかっこいいし、うん、なんか撮影のあれもなんか、うまくやってて、うんうん、あ、なんか全体的にすごい、はい、なんか一つになってると思って、うん、でもなんかもともと自分の見た目とかにコンプレックスがすごいあって、うんうんうん、コンプレックスがあるから、やっぱりその衣装とか、うん、その写真とか、うん、そういうのにちょっとこだわるようになったのかもしれないです、ね、ああ、もうビジュアル、そうそうそう、ああ、そっか、うん、なんとか、なんとかよく見せようみたいな、ああ、でも私もそれ本当にでも、うんうん、ね、うん、確かにビジュアル、うん、私なんかいつもね、ダサくなっちゃうんですよね、え、そうなんですか、そうなんです、なんか、それ自分でダサいと思うの、あ、でももうでもそれが似合ってんのかなと思う、なんか結構、うん、どっちかっていうとカリスマっぽい人ではなく、うんうん、こう子供番組にお姉さんにそうとか、うんうん、だね、まあ美容によっちゃああいうのってダサいじゃないですか、いやいや、そんなことない、なんかポップな、なんていうの、うん、なんか、うん、なんだろう、うん、親しみやすい、そう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 、うん、言い方によるけど、うん、こうなんかカリスマのこうニッチな、うんうん、ところの人じゃないなっていう、うん、あ、でもやっぱりね、自分にないものに憧れちゃいますからね、そう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 、だからなんかすごい、うん、そういうなんかみんなに、うんうん、お姉さんっぽいみたいな、そういう歌の、うんうん、言われて、あ、そっちの顔とか雰囲気なんだっていうのもね、うん、あるから、ちょっとなんかそういうなんか、うん、でもこういうのに憧れ、うん、すごくやっぱり人当たりいい、うん、あのビジュアルですよ誰もに、ね、誰もが好かれる、親しみやすい感じはあるかなって、でも言われてて、あ、そうなんだって思って、うん、はい、そうそう、だからそう言われたら、でもそっちの方がなんか受け入れてもらえるのかなっていうことで、うん、なんかすごい子供とか、まあ別に好きだから、うん、なんかそういう人別に好きだしそうそう、だから含めたなんかサイエンス系のライブとかをこれからやろうかなって思ったりして、うん、探り探りですけど、もうずっとこういう形のライブをやってらっしゃるんですか、こういう形、なんていうの、スピリチュアルというか、まあ、ファンタジーですね、ファンタジックな感じで、うん、ずっと徹底しても最初から、でもね、それでもやっぱ試行錯誤してるんで、うん、もっともっとファンタジー感をね出していったりとか、ちょっとずれてって戻ったりとか、うん、しばらく森に行ってたんですけど、どういうことですか、しばらく森に行ってたんですけど、最近は普通に戻ってきました、ね、うんうん、しばらく森、うん、森に行って修行ですか、森でね、レコーディングしたりとか、あ、本当に森でライブしたりとか、森に住んでたのね、妖精みたいな、そう、妖精みたいだったんだけど、妖精は やめたのね、あ、もう引退、ちょっと引退、妖精は引退したんで、そういうふうにやっぱそのファンタジーの中でも、うん、自分の核にもともとあるものっていうのは変わらないと思うんだけど、うん、いろいろやっぱどうやって見せたら伝わるかなとかいろいろやった結果、うん、やっぱ最近はね、やっぱシンプルが一番いいなと思って、あ、今はね、割とシンプルな方、なるほど、いろいろごちゃごちゃやった後に、うん、行き着いたのはシンプルに、シンプルなあのファンタジーなロックみたいな、あファンタジーがシンプルかどうか分かんないんだけど
え、その森に行った期間っていうのは、お客さんも森についてきてくれた？森についてきてくれましたね。すごいね。夏はこう虫除けスプレーして。そっか、うん、蚊に刺されちゃうから。そう、すごいですね、うん、ファン、何ですか、ファンの方は何、癒されに行ってる感じですか、うん、ファンの方、うん、何ですかね、どうなんでしょう、どうなんでしょうね。どうなんですかね。でも激しいわけじゃないですよね、なんか、うん、はーっていう感じのイメージなんですか。うん、みんな行くよとかはあんま言わないですよ。みんな行くよ、行くよ。行くぜ、おいおいみたいな感じのライブじゃない、うん、おいおいみたいな。おいおいって感じじゃないけど、ね、おいおいって言うんじゃなくて、シャ、うん、ーンってしてるイメージなんですけど、みんなは何だろう、そういうライブ癒されに行ってるのかな。でもなんかこうエネルギーをさ、なんか蓄えて、ライブでこう放出してさ、あのライブに来た人が、あ、なんか疲れ取れたなみたいな、そういうライブやりたいよね。まあ、パワースポットのライブを作りたい。あ、パワースポット、うん、ライブ自体がパワースポット。そうそうそう、なんかエネルギーとしてのさ、生命力でさ、なんかすごい不思議。なんかでも多分これ結構映像では見てたんですけど、またライブ行ったら、なんか、これかってなりそう。なんか違いそう。あ、これか。でもやっぱね、映像とね、映像の撮り方もあるけどさ、映像とね、生のライブ全然違うからね、やっぱりね。なんか来年も年末ですけど、来年はこうしてくぞみたいな、忍じゃなくてこうしてくぞみたいな、来年もね、まだ忍が続くと思うんだけど、忍が続くと思うんだけど、とりあえずね、このアルバムをね、もうちょっと売っていきたいなって。なるほど、いろんな人に届けて、来年もどんどんいろんな人に知ってほしいなっていうね、どんどんさ、上手くなってさ、どんどん良くなりたいなみたいな。なるほど、ということで、ぜひぜひ期待してください。はすね、まゆさんでホームページで出てます。はい、これでしゅ。はい、ということでラストターン。結構ね、ツイッターのね、あれが来てるんで、ぼちぼち読んでいきます。ぼちぼち。まゆちさん、こんばんは。あ、生放送出演おめでとうございます。ありがとうございます。来年も活躍してね。活躍したいね。するようじゃないの。活躍したい。はい、まゆちはじわじわ来るんです。知れば知るほどハマります。じわじわスルメ系ってことですかね。そうですね。パッと見よくないけどみたいなね。そう、じわじわとこうみんなには来てるみたいで、はい、はい、あとは歌のお姉さん、たまちゃんかわいいよ。ラブイタマピー、タマちゃんも森でライブやろうぜ。あ、ね、まゆさんがいなくなった森で私が次こうね、行くって、どうだろう、森のライブ確かにやったことないからね、どう、私がやったらどうなるんだろう。なんかでも、あれとかやりたいな。こいつなんかさ、あの何、ターザンみたいな遊具あるじゃん、シャーン、あらあらあら、あれで、わーって感想言って、それでサビ歌う。あれ結構あのね、あれネジ痛いよあれ。冷静だった。今結構妄想で結構楽しんでたのに、冷静なツッコミをされたから全部パリーンって今、でも撮ろうよそれ。そうだね、もうイメージとしてせっかく森だったらなんかそういう鶴とかでシューンやって、パッて降りた。それジャングルだなそれな。そうか。ちょっとイメージしてたの違う、はい、ということですね、ラストターン、あの告知の方をざっくりお願いします。ざっくり、明日の前ツイッター、フェイスブック、インスタグラムやってます。よかったらぜひツイッターフォローしてほしいですね。はい、そして来年の1月21日に大阪京橋セブンデイズの方で明日の前ソロワンマンライブ決まって、おりますので、関西方面の方、東京からも来てもいいんだけどねっていう感じでよろしくお願いします。来てもいいんだけどね。はい、来てもいいんだけどね。ソロでしかも関西で。そうです。だって拠点って基本はこっちですよね。拠点は東京です ね。なのに関西でソロでワンマンってかなり、ね、決めちゃったライブです。決めちゃったライブ、ライブ、はい、ということでぜひチェックしてみてください、はい、そしてですね、ターピーも来年、まあ、今年も12月の24日クリスマスイブはあの K&M ミュージック新宿店さんでお昼にライブがあります。サンタっぽい格好します、来てください。あと来年はこちら、栃木県出身なんですけど佐野の方でね、佐野運命門祭りに出ます。こちら7日ですね。佐野ラーメンも芋フライも美味しいよ、来てね。ということで、まゆさん今日はありがとうございました。ありがとうございました。わ、素敵な夜。